収録の時に実は花江さんが同じ場に居合わせてお話があったということだったんですが、桜田さんどんなお話があったんですか？もうなんか私本当に緊張してしまって、すごい昔からたくさん作品を私もファンで見ていたので、ありがとうございます。話すっていうよりなんかこう現実かなっていう、芸術家なんか現実味がなさすぎて、はい、終始緊張してました私は。まあね、確かに次元を超えて東京のグールが出会うみたいなところありますからね、ええ、そうですね、本当懐かしい気持ちに、はい、びっくりしましたけど、はい、やっぱりこう自分自身いつもこう映像としてこう自分を使って表現することが多いので、今回こう自分の声だけでっていうのがすごく本当に難しくて、それこそこう一人で収録をしていたんですけど、監督と一緒になんかこう声のトーンだけでもこう年齢が聞こえる年齢が変わってくるから、そこの微調節からまず始まったりして結構こう苦戦していたんですけど、収録前に花江さんに、はい、お会いすることができて、なんかこう楽しんでやってほしいっていうのを言っていただいたので、はい、頑張らせていただきました。すみません、なんで花江さん恥ずかしそうなんですか？なんか、はい、僕も緊張してて、はいはい、いろいろやっぱりそのお見かけはしてるし、共演っていうか直接的ではないんですけど間接的にしていたので、ようやくお会いできたなっていうところで、でも桜田さんがやっぱりなんか初めてお会いした時はクールビューティーって感じだったのでなんかちょっとやっぱり緊張するなみたいな、女優さんだなみたいな、そういうのがあったので、でも実際その何回かこうお話したら何ですかね、年相応の感じというか、本当にアニメ好きで緊張されてたんだなっていうのが分かったので、はい、はい、バレてたってことですかね、そうですね、今日は重要な告白の場に皆さんも立ち会っていただいたというところかもしれませんが、さて、そして今その辺のですね、お二人の